皆さんこんにちは、毒蛇です。毒蛇の弘前近郊の素敵な場所を紹介するシリーズ、今日も弘前のお花見を紹介していきたいと思います。本日4月20日から、桜祭り、弘前桜祭りが始まっています。ここが一番、そうですね、大手門付近では桜が咲いているところですね。裁判所の前あたりのお堀の桜撮ってみました。でも今日もですね、午前中に行ってきたんですけれども、結構、寒くはないですけど、風が冷たい感じで涼しい風が吹いておりましたね。はい、また弘前市役所前のお堀、それから大手門の観光館とか、そのあたりをぐるっと映しています。昨日と変わってすごく咲いたっていう感じはあまりしないかもしれないんですけれども、近くに寄ってみるとお花がやっぱり昨日よりは開いているなという感じになっています。大手門には、今日から桜祭りということで人力車の姿が見られましたね。あとね、中で園内ではお姫様とかお殿様の格好ができるところもあるんですよ。これは桜祭りに限らないんですけど、興味がある方は見てみてください。それからこちらね、好きな方いらっしゃると思うんですけど、毒蛇はそんなに詳しくありません。でもこういうのも設置されていました。桜ミクさんっていうんでしょうか。はい。そして大手門入ったところ、左側に多分拳ですね、白いお花が咲いていますが、桜はまだこれからですね、やっぱり。はい。しかし今日すごいお天気が良くて、でもまだちょっと涼しめなので一気に咲くっていう感じではなく、じわじわ咲いていくと思われますね。来週24日頃が、満開になる予想と言われています。はい。そしてこちらは再び裁判所前のお堀、ここはですね、お花いっぱい散った後、桜がこう花びらがたまって花いかだが見られるポイントとなっております。去年ぐらいからですかね、花いかだを撮影するためのスペースを弘前市の方で設けていて、はい、この辺り柵の中に入れるんですよね。柵の中というか柵で通路ができていて、そのお堀が花吹雪、桜吹雪がこう積もった花いかだでいっぱいになった時にこの通路に入って撮影ができるという花いかだポイントがこちらですね、裁判所の前となっています。この辺が一番今は早く咲いている感じがしますね、大手門付近ではね。そして最初の映像に戻りますが、裁判所の前あたりのお堀の桜、こんな感じで咲いております。今日4月の20日から5月の6日まで、弘前桜祭りが弘前公園で行われております。満開は来週の水曜日あたり、24日あたりのようです。皆さんこれからまた来られるよっていう方はぜひ遊びに来てみてください。来られないという方はぜひこれから毒蛇の更新する、桜祭りの動画をお楽しみいただけると嬉しいです。現場から毒蛇がお伝えいたしました。ではまた。